12月1日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて257円と09銭高 28,226 円08銭でした。5日ぶりの反発ですね。トピックスは 0.89 ポイント高の 1986.46 でした。プライム全体の 62% にあたる1150銘柄は下落しました。上昇したのは 33%、 620銘柄ということで、トピックスが、ほぼほぼ昨日の終値と変わらずという割には、日経平均株価というのは257円高しています。マザーズ指数は 12.93 ポイント、1.6% の上昇でした。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均は昨日の段階で2万8000円割れまで押されましたけども、ちょうどこの25日線のところから今日は買われて窓を開けて反発しています。昨日のパウエル FRB 議長の講演がハト派というわけでもありませんが、基本的にはあまり金融引き締めネガティブなことを示唆する発言ではなかったと取られたんでしょうか。アメリカの株式市場がそれなりに強い動きを見せました。こうしたことから東京市場も買い物があったようです。日経平均株価は 0.9% の上昇でした。こうした中で個別銘柄の値動きを見ていきますと、8035東京エレクトロンといったハイテク半導体関連が今日は強い動きでした。東京エレクトロンは1810円高 4% の上昇でした。市場全体を示すトピックスがほとんど上げていないにもかかわらず日経平均上げているというのは、このあたりいわゆるハイテクグロース株、日経平均への影響度が大きい銘柄が上げていますので、日経平均はプラスと。プライム全体でも値下がり銘柄数の方が多いんですが、日経平均だけ上げているという状態、ハイテク株が昨日のアメリカの影響を受けて今日は東京市場でも買われたと、そういうことになっているようです。一方で、昨日アメリカパウエルさんのいわゆる想定外というような、やや軟化した態度を受けてアメリカ金利が下がりました。東京でも金融株が下がりました。みずほフィナンシャルグループは39円と50銭安 2.3% の下落でした。今日の東京市場、昨日のアメリカパウエル議長の、想定外の、やや市場に対してはフレンドリーなハト派的な発言でアメリカ株式市場がそれなりの強さを見せたと。ハイテクグロース株を中心にそれなりの強さを見せたと。その流れを受けて東京市場もハイテク株が買われ、日経平均の強さが目立つ一日となりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。